阪神から指名され悔し涙を流した選手、2020年の育成ドラフト1位で阪神タイガースに入団した小野寺暖選手、やっと掴んだプロの切符ですが、育成扱いでの指名だったため、支配下で行きたかったです。育成とでは全然違う。奨学金で大学に通っていましたし、契約金で母にお金を返して手助けしようと思っていたので、と会見で号泣。ソフトボール選手だった母のよしこさんと二人三脚で目指してプロ野球、大学1年生の頃メンバーから外された際には、このまま中途半端に野球を続けても母に迷惑をかけると思い退部も考えます。しかし母親や監督にプロに入って恩返しをするために思いとどまり、より一層野球に打ち込むようになりました。そんな小野寺選手の努力が実り、入団2年目の4月に支配下に昇格。その時の契約金を使って、母の日にお母様のよしこさんに時計をプレゼントして、2年越しに恩返しをすることができました。そして今年の母の日に行われた試合でも活躍し、母子家庭で育ててくれた母親にがむしゃらなプレーを見てもらいたいという気持ちで挑んだと語っていた小野寺選手。小野寺選手の親孝行はまだまだ続きます。